かっこいいアイコス持ってるね。かっこいいアイコスです。これ世界で一番かっこいい。何それ。これ社長と交換しました。もらったぐらいいいよ。もらいました。いただきました。なんで交換できたんですか。で交換して。車にこの色が。あ、そういうこと。こっちだったのに。うん、これ同じやつ持っとんないよ。のっそりときちゃった。こっち何も知らんでしょ。ちょっとあの流れ的なの話ですけど一応。あ、質問。ざっと。一応これがだ騙しに行くんで。ああ、しょうに。え、また胸ぐら掴まれるじゃん。また胸ぐら。一回殴られる。いや、ここ上が下。一回やられてですね。入ったばっかぐらいの時、ここで同じことやって。給料上げてくださいかなんかでやってるんで。で、あのなんかイヤホンがつけてたっすよね。あ、そう。でも確かロン毛すぎて見えなかった。あ、そうそう、ロン毛だからイヤホンつけれるってなって、社長たちが指示出してる耳から。今回つけるな。で、スピーカーっていうか。確かめまして、あ、もうここで指示出すしかない。何で騙すかっすよね。あ、何で騙すか。やめるみたいな。あ、やめるででもキレさせるって難しかった。なんか翔さん、龍二さんはなんか、うん、やめようみたいな、なんていうの、怒ったりとかじゃなくて、なんで、あ、そんなの分かったとか、そういうなんか冷静な判断してきそうだけど。俺だって過去に言ったことあるんですけど、翔さんやめるって全然ドッキリじゃなく、うん、そしたら、あ、社長に言っとけよって。待って、思ってた以上に冷たい。これ動画にならなかった。社長と井村さんはここでモニタリング。そうそう、待って。で、こっちは何で呼ばれたかって、別に俺一人だとなんか、こいつすげえとか言えるから。言えるけど、なんか寂しいやつみたいな感じになる感じじゃん。動画の途中ですけど、あのチャンネル登録キラキラかな、最近流行ってるチャンネル登録キラキラするんで登録してくださいと、SNS 勉強会9月7日、9月7日、これからあの騙してこいつらマジ頑張ってんなって思うんだったら、あの SNS 勉強会ぜひそちらも来てください。 OK、はい、まあ、とりあえずじゃあ騙しましょう。うわー、悪い顔してます。久々の騙し動画だ。あの、私あの今喋ってていいこと思いついたんですけど、コウタさんの時失敗したってなってたじゃないですか。嬉しい。そう、だから感づいちゃうと思うんですよ、私的には。もう染みついてる。そう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 、なんかあったらカメラ探すから。そうそうそう、絶対探して、ね、しかもなんかハウスの中って隠せるとこ限られてるじゃないですか。だからまたここかってなる。そうそう、かなって私は思っちゃって、逆に社長をはめるのどうかなと思って。社長をはめるの、うん、あの足場犯を騙すと思ってる社長じゃないですか今。あ、じゃあ足場犯を味方にする。そう、どうすいたら、すいません、こういうドッキリを今からしようって話になってるんで、で逆ドッキリにしませんかって、もう足場犯に持ちかけて、それをしたら足場犯もなんか演技できますかねって感じだけど、あ、まあまあまあ、そこはなんとかね、 YouTube 歴は長いからね。確かにね、できるかなって感じだけど、まあ社長騙す時って上手じゃないですか、足場犯の人たち。そこを狙って。うわ、悪い女だな。いやいやいや、私は失敗したくないんで、怒られたくないから。なんで逆に社長と井村さんを騙す。いいね。どういう方向で引っ張ろうかな。うーん、岡部さんはやめるでとりあえず進めるじゃないですか。殴っちゃうと思うツボじゃないですか、ドッキリじゃん。じゃあ逆に、それもドッキリになるのか。その、まあ、ガチ殴りじゃないにしても、なんかまあ例えば胸ぐらつかむじゃん。うん、胸ぐらとか掴んだら、もう俺が文句言うんだ、それに対して。あ、胸ぐら掴まれたことに対してね。で、それで俺がまた煽るんだ。あ、もう、まあ、こんな手出すような人ついてけんすよ。ああ、はい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 。で、足場犯のその、まあ、手出す人誰か知らんけど、うん、その人に、じゃあ俺が辞めるわ。あ、岡部さんじゃなくて、じゃあ例えば龍二さんだったら龍二さんが辞めるわっていうこと。そうそうそう。はいはい。で、そしたらさ、まあ、困るよ。まあ確かにね。まあ、それをさ、例えばカンタさんとかがやったらさ、めっちゃ困るやん。確かに会社は。確かに視聴者は足場犯が騙されるのも見たいかもしれないけど、それよりも社長がやられてる方が見たいかなっていう。確かに。しかも、まあ、今もね、まだかまだかって迫っとる、ね、そうです。よし、お疲れ様です。何ですか。協力してくれますか。何を。私たちの。帰らせろって。いやいや、無理です。
一人いたんで。じゃあ残ってたのが悪い。帰りたいよ俺。で、社長に最後、実はこっちの方がいいです。まあ、その社長に逆ドッキリ言っちゃえば社長は騙してると思う。ああ社長と井村さんが見てるんで、向こうで。ああ、じゃあ俺は最初ちょっと岡部に切り合えんだ。切れて、胸ぐらぐらいまで言ってくれたらさ。でもそれが社長の思うつもりになっちゃったら面白くないから、社長が焦ってほしいんですよ、私たちは。で、待て待て、それは話が違うみたいな展開とか、うん、になった方が、ああ、そういうことで焦った方がなんかドッキリ感があるかなと。うん、だから殴るとかはなんか笑ってみてそうじゃないですか。それ逆逆逆とかない？社長それ知らん。大丈夫、俺は騙されとらん。いや本当に私、とりあえず翔さんここに座ってもらって、携帯触っといてもらって、社長に電話つなげてよ、翔さん。私は隠れてるんで、ここだったら見えない。どこだったら見えない？ここ見えないですか？見えない。あそこの位置だ。見えない。私ここから撮るんで、社長と。どうぞ。ちょうど喋りたいなと思ってたんですけど、うん、やめたいっすね、会社を。はい。なんで？何回目？何回目って言い出したら多いっす、多いけど、だけど今回真剣を持ってます。ぶっちゃけ次も探しちゃってるし。早いだ。相談してからだ。まあだけど止める止めないの話じゃないじゃないですか。まあまあお前の人生だしな。今ちょっと順番違うかもしれないですけど、うん、やめたいっすね。借金どうすんのって。でそれは返してからやるんですよ。借金さ、返してんの話をした。3ヶ月で、まあ今年いっぱいまではいかないですけど、11月で。やめたいって言うけどさ、俺らがじゃあやそんなやめれんって言ったらどうすんの。お前に意思は固まっとんの？じゃあもうやめるって方向性なのじゃん。でもそんなのは、申し訳ないですけど、俺には関係ないと。なんで？やめるんだよ。それ、お前自己中すぎん？言ってましょうか。大学の会社に入ると、お前らと連動。あれろよ、もっと。一応その予定では、まあ、理不尽すぎるけど。3ヶ月、4ヶ月でちょっときついんだよ。それ逆にいつなんですか？でその繁忙期っていうのが終わるのいつなんですか？そんなわからんって。でもぶっちゃけ今翔さん関係ないじゃないですか。何が関係ないの？そんな。じゃあなんでお前俺に相談してきたの？一応立場的なもんがある。うん、一応話はしないといけないなと思うけど。うん、だけどぶっちゃけ言ったら関係ないですよ。関係ない。まあ俺は営業行っとるね。え、だから顔出しに来たりしとるじゃん。来てるけど、やっぱ物理的に接してる時間が短いんで。お前、かまってちゃえよ、お前。かまってちゃうんじゃないっすよ。かまってちゃえよ、お前。じゃあ、まあ、俺に話すなよ、じゃあ。簡単に話せよ、お前。今までも見てもらった分の、一緒に。内容はいいと思う、一人で。だから淡々とされてるの盛り上がってるじゃないか。普通になんか、辞める人と止めてる人みたいな、やってるじゃん。お前は欲しい。でも結論的にはじゃあ、いいですか、俺は。別にいいんじゃない。まあ、なんか俺もそこまで言われたら別に、どうでもよくなってきた。お前は関係ねえって言われて。じゃあ3ヶ月とかでいいですか。あ、いいんじゃん。お前、捨てとんの？お前。捨ててないし。毎回お前俺が怒るとそうなるよな。お前カンタの時でもそうだし。伏せてないっすよ。ちょ、伏せそうってよ。お前顔に出そうなんて。いいっすか、とりあえず3ヶ月。いや、なんなんお前その割。
3ヶ月でいいんですよ。3ヶ月でいい。何だってお前の態度。態度悪かったのは謝りますか。謝りますよね。それもムカつくて、お前何口きとんのお前。もう謝ってほしいからそうやって言うんだ。謝ってほしいからじゃねえ。お前の態度直せって言ったの、まず。あ、じゃあ気をつけます。はい。ほげちいな。岡部狙うぜ、こいつ。まあ、じゃあその顔だって、お前そんな普通の顔っすよ。普通の顔じゃねえか言っとんだろ、お前。普通の顔にしてますけど。だから普通の顔じゃないっつっとんの。じゃあ、はい、気をつけます。はい。舐めとんの、お前。舐めてないっすよ。舐めとるだろ、お前。舐めてないっすよ。お前から話持ってきて、なんだってその態度。そう、俺だってでも最初は真剣に喋ろうとしてましたよ。うん。だけど自分もなんかあんま聞く気ないじゃないですか。聞く気あるやん。あんま座ってるこちら。そんなの分からん。あ、もう知らんすか。ヒートアップします。知らないです。かお前本当俺お前殴っちゃいそうだお前。ま社長に言ってないんだろ。言ってないです。社長に電話するお前。もうお前俺じゃ話つけれんお前。ムカついてくるお前。それは別にいいっす。俺からします。違う。お前がどうじゃ話すか分からんけど、もう俺がするでいいわじゃあ。話になるお前。なんそれ話に来たやつがなんだってその態度。でもそれも意味わかんないですけど。違う違う、だからお前、俺に言ったら最終的に社長に言うんだろ、辞めるって。そうそう。だったら別に今電話しよういいがよ。ちょっとしてください。もうするわ。はい、お前じゃ話になる。勝てるぞ、今。もしもし。お疲れ。お疲れです。あれ、どこにいます今。本社います。お、なんで。いや、ちょっとなんか今、岡部と喋っとって、なんか話したいっていうことがあって。誰が。岡部が。もういて。いや、で、なんかもう、意味わからんことばっかり言ってる。こいつ本当に今、本当殴りそうなんですよ、こいつ。どういうこと、何があった。いや、なんか、やめるとか言って、で、俺が止めたら、なんか、そっちの態度が気に食わんとか言って、変な態度されたり。ちょ、こいつ、今から連れてっていいですか、本社。いいよ、別に。いいですか、ちょっと、一緒に話してほしいですよ。僕じゃ無理です、こいつ、本当に。もうとりあえず待っとるわ。はい、はい、お願いします。死ぬぞお前。ちょっと死ぬ。てる。ゲキてるちゃんマジで死んじゃう。ゲキしてる。めっちゃ怒ってますよ。ゲキしてるじゃん。切った。切ったんで行きましょう。ちょっとまんま信じ込んどったね。電話した時どんな感じでした。ガチだ。でも社長はガチだけど、でも抹茶はあれだよ、勝者のこと俺はもう騙しとると思うからちょっと笑ってるように見たんだよ。しこいつ騙されたみたいな。そうそうでもお前が騙されてもどっか思った感じが。そうそう騙りはダメ。はい、来ました。何時。なんか疲れましたね。8時だからね。でも私入れないので2人で社長を騙してこっちまで。そうか、騙すんそうだよ。お疲れ。お疲れです。なんかこっち取れよ。バカじゃん。なんでそんなの。もうでもな。本当にやりますよ。まあ、やめるんか。やめます。やめます。どうしようね。終わった。怒られたっていうか。なんだ。全然まともに話聞いてくんないんで。いや、お前、バカだろ、お前。普通に話聞いとったから、お前。それでも俺のあれじゃないですか。俺が聞いてくれてないなって思ったからそう言ってんです。お前の捉え方悪いだけや。その悪いかどうかわかんないですよ。いや、悪いと思ったら言っとんだろ、お前。
話せよ、社長に。辞めるんだろ。辞めます。もう、しょうがないよな。しばらく。なんで笑っとるんです?いや、笑ってんねん。なんか、なんか、神妙そうにしとるから。お前もそういう決断したんだろ?まあ、まあ僕ももう一個あって。うん。僕もやめようかなと思って。あ?なんで?なんかさっきも車の中でも向かってる途中一緒に来たんですけど、車ないもんで。なんかまあ、ごちゃごちゃ行ってくるし。何の話でしょ?お前もめとったわけじゃない。こっちが辞めるで態度悪いで、なんか電話が来たでしょ。はい。どういうこと?いやもう、もう話せたら、年下にやられるのもかつき、もうこいつ殺したくなってきたっていうか、まあ、それもあるし。まあ、そうでも、なんか殺したいとか、殴りたいとか言うんだったらやればいいじゃん。黙れ。黙れ。そのお前が辞めるってまた言うと。どういうこと?いや、どういうこと?そうか。なんかもう、まあ営業も嫌だし。あ?営業も嫌だし。お前勉強になるって言っとったやねんか。言いづらくなっちゃったけど、普通に大きいやつ。いや、わかんないです。いや、笑ってるかもしれないですけど、なんか僕は普通にその、まあ、それはそっちは大きいかもしれないですけど、うん。まあ、今日こういうことあって、もう一回まあ。で、こいつも言われたんだよ、俺。怒らせろって言って。ドッキリですよ。それはわかんないです。あ、見よう。見よう、呼ぶ。え、呼ばす?うん、電話しようよ。どうなの?なんでお前そんなことでやめるってどういうこと?しょうがないです。なんかもう、そういう気分っていうか。そんなお前、従業員がお前やめるとか、なんでそのドッキリのこと?いや、ドッキリじゃないです。いや、何でもそんなことでお前。いや、なんかもう無理っすね、なんか。でも、そんなことでお前人がやめるとか、まあ本当にリアルだとしてもお前、そんなことでお前やめるって言って、どうすんだお前。どうこれね、じゃあこの岡部のネタがいいなと思って、言いやすい場だなと思って今言っとるんですよ、それを。ああ、それこのいいタイミングかなみたいな。いや、タイミングっていうかまあ、ちょっと前までそんな風じゃなかったし、まあそうですね、なんか頑張りますみたいな感じだったし、なんかもう、もうそういう気分ですね、もうなんかもう、なんか突き通る。お前、気分。いや、わかんないじゃあ、お前よ、ちょっとやりたいって言ったり、やめたいって言ったり、で、営業も、お前、やるって言ったら、もう営業やりたないとか、お前さ。もういい年こいて大人だろ。それでまたやめてね、営業やりたくなかったとか。なんだ、お前。いや、もう、営業関係なしに、なんか。ドッキリが腹立つんだったら言えよ、お前。いや、腹立ちますよ、でも。読みよ、な。またお前、誰がやめるって。なんか、いや、わからん。ドッキリ不適されたのか知らんけど。完全ドッキリ不適されてる感じ。不適されてるか知らんけど。お前、そんなんよ、お前。暇じゃねえんだ、俺も。僕も暇じゃないですね。普通にどこ行ったよ。暇なら言っとんだろ、てめえ。暇ならやめる言ったよ、お前、やりたいって言ってんだろ、お前。暇で言えば、暇ではないです。じゃあ、なんなんだ。いや、こんな、風になんかやらされて、やらされてって何でしょ。いや、やらされてっていうか。なんだ、お前、すごいことだけ取ってください、取ってください。で、こうなりました、ドッキリです、腹立ちます。やめますよ。まあ、そんな方にやめたり、やったりできんのだ、社長だったら。はい。お前、責任者やりたい、社長やりたい。そんなやります、やりめます。お前、そんな都合いいか、お前、会社。お前、遊び場じゃねえよ、ほら。わがまますぎだろ、それ。それおかしいだろ。いや、まあ、それ腹立つのはわかるわ、じゃあ、はい。腹立ってやめるとか。やっぱ、チヤホヤされたらまた戻りたいとか。じゃあ、お前よって、バカかって。じゃあ、それは、もう、お前、もう、わけわからん、本当に。いや、ストレスっていうのがですね。じゃストレスはみんなあるだろ、おげかす。こんなユーロスクやって。何を撮影をで、あまり自分の都合いいやつじゃあ、ええか。都合いいっていうか、まあ。じゃあ、それでこいつが腹が立った。じゃあ、こいつもかわいそう。こいつだったらお前な。一生懸命やって。
おかしいよ。その撮影で遅くなるっていうのは、ちょっとでも言ってること分かるぞ。だけど、マミやるって言った方がいいだから。俺、こんな時間になると思ったよね。こんなになると撮影だもん、分かるわ。だけど、そんなやめるはおかしいだろ。やめる、うん、じゃあ、お前から見てもどう思う？まあいいや、その、な、遅なるのは、フォローは分かるわ、じゃあ。んで、だってでもお前、こいつが辞めるって言っておるよ、お前。えってな。まあ、驚きはしますね、えって。えとは思いますけど。だって本当に辞めたいわけじゃないわけだろ、お前。いや、本当に辞めたいです。え？何言っとるのか。別にドッキリやる前から思ってる。どう？私やめんだ、くらんときなんだよ。この説以外にもやっぱ聞いとったもんね、岡部の話は。やめるっていう、やめたやめたいっていうのは。じゃあ話が全然読めんわ。どういうこと？いや、別に今回このドッキリがあったからそう言ってるわけじゃなくて、本当に思ってたんですよ。本当に3ヶ月って思ってて。何言っとるの？じゃあそれもその便乗して言うなよ。いや、便乗じゃないですよ。どういうこと？お前は？もう、やめたいっすね、僕は。何をやめたい？まあ、やめるなやめる理由、別に俺止めもせんけど。何がその理由なの？まあ、ストレスっていうか、ストレスが一番です。何のストレスだって。帰り遅い。これ撮影で？はい。で、他の動画はいいです、いいですなの？ドッキリ、自分が気分悪いことは嫌なの？わしくね？いや、別に止めて言っとるわけじゃないですよ。はい。お前の、ガキ下がりに。え、なんかあったの？いや、もうですよ。なんか言っとることが、なんか子供みたいなこと言っとるよ、でも、お前。急すぎて。ちょ、足場って検索してる。俺だけかな、飲み会道場。みんなもう注目してる。普通っすね。モーニングルーティーン、ショックのモーニングルーティーン。今日のタイトルは職長就任おめでとうございます。はい、どうぞ。隊長、エサメロン、そうカメラ、バッピーエサメロン、お疲れ様でした。この時、ユーさんと一緒にいただきます。よろしくお願いします。付き合わせてくださいとかじゃない。運命的にさせていただきます。もう上がっていいですか？ん？何？上がっていいですか？もうちょっともう喋ることもないっていうか、まあ全部喋ったんで。お前。ありがとうございます。すいません、じゃあ、俺も失礼します。
ちょっと。びっくりした。最悪だ。どうします。どのタイミングで。社長のあんな顔初めて見た。待って、だって今どうってどうするじゃない、だっていや、てってれができなかったじゃないですか、雰囲気できてね。このまま帰ったら本当にやめるやばいやつらみたいになっちゃうんですよね。やばくないですか、あいつ。ガキすぎますよ。ドッキリがなんでこんな風になっちゃったんですか。全然意味わからない。全然意味わからないです、ほんと。イライラしてみましょう。いいでしょ。また来た。英語やって。ついてこい。かっこいい。かっこいいな。あ、やばい、電気消えたってことは、社長が帰るんじゃないですか。早く急いで、急いで、急いで。普通に帰っていいよみたいな。もしかして止められるからって思ったんですよ。やめろ。怒ってるえ、わかんないです、ドッキリか。私はもうやめて。最初から頑張った。そうそう、僕はやめないですし、まず最初に言ったって、お前いいよ。あ、堀川さんやめるんすか。なんでなんで。やめやめやめろ。別に俺やめても構わん。でもちょっと社長感。いやでも顔がすごかったですよ。スルーでいいや。寂しそうな顔してた。寂しそうでます。おめえのクソいい加減にお前を動揺しただけだもん。じゃあこれでまた失敗したらまた言われるからどうしようと思って。うぜえな。岡部さんと君がちょっとまああんまりちょっとあんまりいいけど。あ、そういうこと。俺まで出会う、俺まで転がされたみたいな。こいつママは本当に言ったのママにとってよ。ガキっすね。いやなんか井原さんがちょっと笑ってるから、うん、なんか分かってんのかなと思っちゃって。ちょっとガキすぎるな。もう笑い…笑いできたよ。アホさに。そう、理由がねえもん。俺も俺もさ、やめてく人間いっぱい経験しとるじゃん。あー、まあな、まあまあ、こういうもんだよな、ね、やめてくときこいつ何も考えてんやろ。本当に楽しそうしようっていうやつが。いや、いつも騙されとる側なんで。今回の話で初めて、初めて騙しました。めちゃくちゃいい絵しとるもんな。まあ、俺帰るもん。お疲れ。まあ、まあ、いいよ、退職協議だけましょう。はあ、ちょっと社長が笑顔になったらよかった。笑いになった。笑いになった。まあちょっと締めだけ。食べます。販売します。宣伝。もう宣伝するぐらい元気になっちゃったからね。明日動画撮りに来て。あ、いいじゃない。面白かった。面白かったですか。私たちはめっちゃ面白かった。また見てです。うん。してね。こっちでは。いや、してないですよ。ここが最後です。次。大成功。自分でやられた側でね。された側。された側。せーの、また見てー。